そしてもう一個の制度ね、セミファイナルファイナルは条件戦を突きつけないために知らない状況で打つっていうね制度。うん、これはマジで賛否両論だった。うん、はっきり言って賛否両論で、僕としてはめちゃくちゃいい制度だったと思う、正直ね。うん、ただ麻雀としては確かに知ってた状態で打ちたい気持ちもあるから、知ってる状態で打たせてあげてほしいっていうのもわかるんだが、これね、大井さんも言ってたけど、選手を守る必要はあると。うん、そう考えた時にやっぱりこれが一番しっくりくると。うん、で1年目が同時進行だったんだよね、3択で。まあ同時進行3択はいいんだけど、やっぱり寂しいとね。まあそりゃそうだよね、1択ずつね、いや見たいわけだから、当然1択ずつ当然見たいわけだから、なんか同時進行寂しいっていうファンの意見たくさんあったと。うん、まあそれはわかる、とてもね。うん、でも条件戦だと、例えばさ、だって最終戦さ、通過とか優勝までさ150ポイントか200ポイントある状況で打てって言われたらさ、何していいか分かんないじゃん、そんなので。逆に30ポイントか40ポイント差で打てって言われて、そんなさ超接戦のさやり方やってさ、最後さ例えば間違えちゃったとかなったらさ、もうとんでもないことになるわけじゃん。心とかもそうだし、外野もさ、いくらなんでわーわー言うじゃん、絶対に。うん、これはもう絶対言うじゃん。ってことは、条件戦にすると、なんていうのか、もう半分以上の人が辛い思いしそうなのよね、間違いなく。うん、ってことは、今回の、その打ってる人を、伸び伸び打たせつつ、でも、全部の試合見せたいっていう制度として、この、次出る選手は見ないっていうのはね、画期的でね、とてもいいシステムだったと僕は個人的には思う。うん、まあ欠点言うなら、そのね、やっぱ最後ドキドキ感が、やっぱ打ってる方もなんかこれで優勝だみたいなのが分かんないっていうのと、あともう一個、あの楽屋配信が寂しいっていうね、応援配信が寂しいっていう、この2つがまあちょっと弱点なんだけど、まあじゃあどうすんのって言われたらね、応援配信が寂しいって意見はたくさんあったわけよ。やっぱりね、だってみんなでね、わー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 応援するのもさ、新域の良さだから、楽屋配信でみんなでわーわーするのも新域のね良さだ、良さで、チーム推しの人としてはそれを見たいっていう気持ちもわかるから、まあ、寂しいってのはあると。しかし、いや、その2つを両立させつつ選手守るのはね、なんかどうするんだろうね、難しいな、いい案あるかなっていう感じだと思うね。うん、ただ一つ絶対言えるのは、まあ、麻雀打ってる人が嫌な気持ちに、もうね、VTuber の選手が嫌な気持ちになることだけは絶対避けなければならないと。うん、当たり前の話ですね。しかも難しいことを要求して、その結果うまくできなくて嫌な思いするのだけはもうありえないから、そんなことはね。あってはならないから、今年のをね、超えるのは難しいと思うね。だってプロでも間違えてんだよ、条件。見たことあるでしょ、みんな何度もトーナメントとかでさ、条件間違えてる姿を。うん、それをさ、VTuber の人に押し付けるのはもうさ、ありえないわけじゃん。うん、だからね、やっぱ最後みたいにね、実際この制度でもめちゃくちゃ盛り上がったわけだから、最終戦ね、すごかったよね。うん、うん、だからね、まあこれでいいとは思うんだけど、まあ改良するとしたら、その楽屋配信寂しいところと、なんか優勝の時なんかみたいなね。うん、だからあれはあってもいいよね、あの大井さんがいる RMU でやってる制度があるんだけど、まあ、それがジャンタマで取り入れれるならいいんだけど、あれね、取り入れるのすげえ難しいんだよね、あの制度はさ。なんか新決勝方式って言って、最終戦までやりました、それではその後また新たに新決勝っていうやつやって、そこまでのポイントを展望に換算して4人で打って、でトータル1位になる上がりが出た瞬間終了っていうルールなのよ。うん、で簡単に言うと、1位の人が上がったら即終了だし、2位の人が上がって1位になったら終了でも、2位の人が上がって1位まくれなかったらまだ続行みたいな制度。
これのいいところは条件戦ってのもないのよ。4位の人も無限に上がり続ければいつか1位になれるかもしれないっていう、そうサドンデス、うん、これが条件戦が一番ないいい方法ではある、間違いなくね、うん、この制度あるんだけど、まあだから大井さんのね RMU で実装されてる新決勝方式だからいいんだけど、これはね問題はジャンタマでこの制度を使えるかどうかっていうね、かなりシステム組まなきゃいけないから、そうジャンタマでできるならねこれが一番いいとは思うんだけどね、うん、そうで、これで言うとさ、なんか最後大逆転とか起きて寂しくないみたいなこと言うかもしんないけど、みんな考えてみて、何度見たことあるでしょ、オーゴラスになって親番がいます、で1位の人だけ上がりに来て2位3位の人はもうずっと無限に降りたり酷使してる状況あるじゃん、そっちより良くない？だってもうあれもうオーラスの親対1位の人で一騎打ちになって他の2人やることないから、なんかオーラスの親引いた人が有利みたいになるじゃん、うん、でそれでオーラスの親大逆転みたいになることもあるから、そっちのがなんか見てて寂しいんじゃないかなと思うから、僕は新決勝方式はとてもいいと思うんだよね、うん、やっぱあれが寂しいと、うん、だって最後の親だけがさガン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 行って、そんなもうペーチャー引いた人超有利じゃんみたいな、うん、そう最後ねもう条件ないのに何やってんだよみたいな感じでなるわけだから、新決勝をやるとそれがなくなるわけよ。でこれでやると、ただねどんな4位の人でも常に上がり続ければいけるから、条件戦を打つ必要がなくなるから何やっても大丈夫になると、うん、そうこの新決勝方式がジャンタマでできるんなら、新規リーグがぜひそれを採用したいなと思うね僕は、うん、席順はなんか常に最初はトータルトップの人が親で、次は上がった人が親になっていくみたいなね、うん、でその1位を決める上がりが出ないと終わんないから、流局しても続行みたいな、うん、まあこれが一番丸いというかいいかなと僕は思うけど、うん、まあその制度をねそのジャンタマ側に導入するのが大変という感じで、ただ正直今年のルールはその今のシステムの中では正直一番いいルールだったと思う僕はね、うん、知らない状況で打ってもらう、これは超大事だと思う、うん、だってもうありえないからね、そんな全力で打った選手をさ、なんか最後ちょっとミスったからって周りがワーワー言うことになってその人が超傷つくのはもうありえないから、絶対にあってはならないから、今年の制度は良かったと思う、ただ楽屋配信がちょっと寂しかったと、うん、青形さん、こんな大井さんにベタ褒めされてました、ありがとうございます。大井さんにベタ褒めされることはマジでないから超嬉しい。そう、魚沼さん、クックが数ヶ月初心からジャンゴになったのは渋川プロのお世話がすごかったと感動し、ありがとうございます。ナイスプレイでございます。でもクックンのね頑張りとセンスもすごかったですよ本当にね。